舞台戦国無双公式ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。加藤清正役の岸本拓也です。私が演じます加藤清正という男はですね、豊臣家に仕えている将軍の一人なんですけれども、一見こうクールに見えるんですけれども、その中に秘めた熱い思いと、そして忠誠心を兼ね揃えた素敵な男だと思います。今回はですね、私が持っているこちら片釜槍というね、このもうすでにこのね、画角に入りきらないんじゃないかぐらい、見切れちゃうんじゃないかぐらい、この大きなド派手な武器を持たせていただきますので、こちらを使ってですね、舞台上をね、バッサバッサとぶん回してなぎ倒していけたらなというふうに思ってます。一足早い初夏の熱い戦いを皆様にお見せすることを約束しますので、ぜひぜひ皆様会場にてご覧ください。舞台戦国無双公式ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。福島正則役の翔平です。福島正則はですね、見た目はですね、こうやってリーゼントだったりとか、すごくやんちゃな感じがイメージを持ったんですけども、本当に熱くて、一本気な男で男らしいなっていう感じなので大好きですし、自分自身も、こういうちょっとオラオラじゃないですけど、やんちゃな感じの役が初めてなので、すごく楽しみにしています。一生懸命頑張って役を作っていければなと思います。今回、自分はですね、初参加になるんですけれども、初演から、初演を見させてもらってですね、本当に皆さんの、熱い立ち回りを見て、出たいなと思ってたので、今回参加することができて本当に嬉しいです。そうですね、初めましての役者さんもいらっしゃいますし、もともと知り合いの役者さんもいるので、みんなで頑張っていい作品を作っていければなと思っております。はい、この作品はですね、自分が初演で見た時本当に熱いなと思ったので、自分も熱い福島正則を演じていけるように頑張っていきたいと思います。皆さんぜひ劇場に足をお運びください。それでは劇場にてお待ちしています。あばよ。舞台戦国無双公式ホームページをご覧の皆さん、こんにちは。島左近役の山沖祐樹です。僕は前回関ヶ原のショーにも出させてもらいまして、今回四国遠征のショーにも出させていただきます。島左近は大人の色気が十分ありますので、前回よりもさらにパワーアップした大人の色気を出せるように頑張りたいです。もっともっとパワーアップした島左近を見せて、四国遠征のショーは誰よりも目立てるように頑張ります。皆さん、島左近が帰ってきました。さらにパワーアップした島左近、山沖祐樹をよろしくお願いします。劇場でお待ちしています。舞台戦国無双公式ホームページをご覧の皆さん、黒田官兵衛役、郷田正史です。一見冷たいキャラクターに見えるのですが、実は仲間思いの優れた参謀です。ゲームのファンの方にも、そして今回初めてこの舞台を見る人にも、みんな楽しんでもらって、帰りにはちょっと熱い気持ちになってもらえるように頑張りますので、どうぞお楽しみに。逆の手も出してください。それでは劇場にてお待ちしております。